朝日スクープ今朝はこちらです。はい、今日は廃校活用ですね。はい、福岡県の東峰村で元は学校だった建物を活用した、うん、施設が今月資金繰りを理由に突然閉鎖になったというニュースもありましたよね。はい、せっかくの建物ですからそれを活用するって、いいことのではあるんですけども、一方でその施設を維持していくための費用というのは、民間企業や自治体ともに大きな負担になっているという現実があるんですね。はい、廃校活用の難しさを感じながらもそれでもなお次の世代につなごうとする廃校活用の形を見てみましょう。午後6時夕暮れ時になると廃校になったはずの小学校から何やら音が聞こえてきます。ここは田川郡河原町にある旧曲金小学校の体育館です。こちら2021年に閉校した後翌年河原町スケートパークとして生まれ変わりました。スクールといってスケボーを楽しんでもらうことを今やってます。もう本当に廃校利活用を考えているのと、そのスポーツとしてスケボーを取り組んでいこうっていう。仕掛け人は河原町の議員山下武さんです。地域を盛り上げたいと企画しました。廃校を使ってスポーツで地域を活性化しようというこの取り組み、ゆくゆくはプロやオリンピック選手の輩出も目指しています。いろんな方が注目してくれて、この環境を見てここからプロが出なければおかしいよねって言ってくれるプロもいらっしゃるんで、それだけの環境だと思ってます。プロになっていろんな人にスケボーを広めたい。利用しているのは地元の人だけではありません。これどっから来たんって言って、本当町外県外から多く人が来てくれてるんで、来た人にまずシールを貼ってもらって、体育館でスケボーが滑れるって子どもたちからしたら夢じゃないですか。なかなかないことなので珍しがって皆さん来てくれますね。なんと北は北海道から、南は海を越えて台湾からも練習に来る人がいるんだそうです。子どもたちのためならと20近くいるスポンサーが費用をサポートしてくれています。ただパークの修繕費、電気代、人件費など何かとお金がかかり、廃校活用の不安は拭えません。明日は我が身っていう感じで、本当にこう持続できるのかなっていう今状況ではあります。というのも今月のニュースで、およそ3年前にオープンした東峰村の観光施設ですが突如閉鎖が決まったということです。東峰村にある廃校を活用した施設、アクアクレタ小石原、そこが突然破産するとの通知を出し、運営会社は資金繰りに窮し事業継続が困難になったと掲示して閉鎖してしまいました。こんなことがありましたね。これを持続していくっていうにはやはりお金コスト、ランニングコストかかってきて、思った以上に民間でやるには規模がでかいところなんで、やはり行政の何かしらの手助けがないと今後自分たちもこう継続できるのかなという不安はあります。今では地域にとって欠かせない存在になっているスケートパークに、子どもたちのためにはその取り壊すとかがないで、続いてほしいですね。やっぱこういういろんな人と関われる場所なので、河原町で河原ってスケートパークだよねみたいな感じになってきだしたから、なくてはならない練習場所です。その屋内で滑れる場所が本当にないから本当助かってるんで、マジなくなったらいいです。しかし数年後には体育館の取り壊しの話もあるようで、活用にはまだ課題が山積みです。残していただいた以上、こういうふうにどう持続していくかということが大事になってくると思いますね。で、次世代の子どもたちは、自分たちがやっている活動を見ていただいて、さらにいいものを作っていっていただきたいと思います。こちらは山口県下関市、明治時代に開校し、おととし148年の歴史に幕を閉じた下関市立、ここは大江小学校です。今月24日、オリジナルの廃校活用が行われていました。もう一度人が集まって笑顔が生まれるような場所にならないかなと思って、今回イベントを開催させていただきました。
このイベントの代表を務めているのが川本京子さん、地元下関市の大学3年生です。遊んで学ぶ豆知識と題して理科の実験を模した体験型の9つのワークショップを準備しています。こういった豆知識カードっていうもので、どういう仕組みでどういう空気の動きで遠くにある的が倒れているのかっていうのを説明しているものなんですけど、このイベントを楽しんでいただくのはもちろん、こういったカードを最後にお渡しすることで、この今日の思い出を形に残して帰ってもらったりとか、今日の学びを一生なくさない財産にしていただいたり、ここを引っ張ることで空気が出て風がここまで送られる仕組みになって、空気放射的というふうに名付けて、子どもたちに空気砲の仕組みを教えるワークショップになってます。他にも廃校になった小学校を探検しながら回るクイズラリーも。あ、ヒントが書いてある。ヒントはワクワク。地元のことを学べるクイズが散りばめられています。例えばこちらの問題、皆さんも考えてみて。これはね、山口県にある地名なんですって。特別な牛なんだろう。答えはほっといてもんですって。お母さんに教えてもらいながらクイズを通して地元の地名も学びました。楽しかったし難しかった。前はね、まだ小さい時はもう一緒に行こう行こうって感じだったんだけど、こう自ら自分からサクサク行ってたのがすごく印象的でした。学校ならではのこんな仕掛けも。皆さんこんにちは。本日はワクワク子ども基地にお越しいただきありがとうございます。皆さん今すぐキッチンカーへ向かってください。その後はですね、ワクワク子ども基地をどうぞお楽しみください。使えるものは全部使って、それでイベントがもっと楽しくなるならもうどんどん使っていこうっていう感じですね。ただ廃校を使ったイベントの開催は一筋縄ではいきませんでした。みんなで書いた企画書がなかなか通らなくて、また考え直して企画書書き直してまた通して、それでもダメでっていうのを3回ぐらい繰り返したので、そこでは結構跳ね返された時には、あ、今回もダメだったからまた頑張らなきゃなっていうふうにちょっと感じて苦しかった時もありましたね。そして俳句を活用する上でたどり着いたのが、平等に利益が行き渡るか、教育的な目的があるかどうか、この2点でした。地元の大学生を中心におよそ1年にわたり準備を進めてきました。その今日来てくださった子どもたちがこう10年後20年後大きくなった時に、ここのお兄ちゃんお姉ちゃん優しかったなとか、あの時やった遊び楽しかったなっていうふうに思い出してもらえたら、それが一番かなっていうふうに思ってます。参加者の中には特別な思いを持った人もいらっしゃいました。本当に卒業ぶりに入るので、なんか嬉しい、嬉しいです。こういう機会がまたあればいいなと思います。子どもたちもきっと楽しいと思うし、私たちも懐かしいし、なんか、浸りながら思い出しながら歩いてきました。自分の子どもがここに来ると思わなかったんで、それはなんか感慨深いというか、いいなと。あったなと思って、この昔のね、懐かしいなと思ってですね。あるものを活用してその子どもたちの教育っていうのかな、ね、ためになることを、してくださるっていうのはもう本当にすごくいい取り組みだなっていうのは感じてます。材料の買い出しが必要なほどに大盛況のワークショップでした。目標は100人だったのに対して、口コミなどもあっておよそ150人が訪れたそうです。普段は使われていない廃校もこの日はあの日のにぎわいを取り戻したかのようです。その地元以外の方に来ていただくっていうふうに、ちょっと背伸びしたことをするのではなくて、もともとそこに住んでいらっしゃる方が来て楽しんでいただいてるっていうのが一番だと思うので、学生としてできることとしては、そういう自分たちの活力を
どんどん地域に流していって元気を与えていくことで、まあ、その波及効果でどんどん周りにもつながっていくんじゃないかなというふうに思います。偉いな学生さんたち立派ね。もう川本さんおっしゃってますよ、こうした廃校の存在自体にですねもっと注目してもらいたいな、知ってもらいたいな、ということでした。一時的な活用はできるとしてもやっぱりそう持続させていくって言ったらなかなか大変なことで、もともと老朽化してるものですし、そうですね、修繕費とかね必要なんでしょうね。ただまあこういう体育館みたいに、ある程度の広さの場所で柱がない建物って貴重といえば貴重なので、まあどういうアイデアを使って、まあ、うまく使っていくかっていうね、はい、そこは重要な気がしますよね。卒業生もね、たくさんいらっしゃって、はい、その街の景色の一部だったりするわけですから、なんかこう学校に集まって地域の人とコミュニケーションが取れて、この街やっぱり好きだな、戻ってきたいなって思える、その一つの拠点にもなりうる場所ですよね。6年間通った場所ですものね。温かい空間ではありますよね。自治体の協力は不可欠かな。そうですね、スケートパークの山下さんもおっしゃってます、やっぱり民間企業だけでは限界があるんですよ、負担がすごく大きいんですって。自治体と連携して地域と一体となってこの課題に向かっていきたい、そういうことが大切なんですよとおっしゃってました。地域外から人が集まることでこう地域がより豊かになるきっかけでもありますもん ね。 だって北海道、沖縄、台湾からも、はい、すごいですね、すごいね、いろんなとこから、うん、他にはない施設が生まれたということになりますよね。実際ね、この施設を利用する3年高校3年生の方いらっしゃる、オーストラリアにスケボー語学留学する予定を決めていて、まさに福岡から世界へ、そういう施設ができたことでその人の人生が豊かになってるってことだから、そういう方いらっしゃる、新たな、ね、価値を生み出しているという、すごいよ、一方で、まあ、お金の問題どうするかというところはね、まあ、みんなで、まあ、知恵を出し合って、はい、っていうことになるでしょうか。